通知機上入れたいわ。通知切っときゃいいじゃん。通知は入れてないよ別に。登録チャンネルで通知入れてなくても登録チャンネルから見ればミュートすればいいんじゃね。ミュートできなくね、あれできんの。マジで登録外せばいいんじゃね。かあ、まあ、はい、解除してもいいけど。最北端行くわ。最北端ここだよね多分。うん、じゃあ俺が片方行ってやるよ。いやって言っても俺意味なかった今、パーティスト入れないの、うん、僕も言えない。ボラピークに着地をやろう。ちゃんとゲームウィズ見れば余裕なんだよな。ワンチャン3位なんていけるんじゃない。最悪で草。まあ逆だから最難関いけるじゃん。ラグ。え、フェオクさんってここだよね。あれ、うん、あ、死んだわこれ。おい、嘘だろお前。ま、ただのバカや。待って、最悪なんだけど。最悪。ラグ。海に落ちた。なんでだよ。降ってる途中だろ。どうやったら海に落ちれるんだよ。あー、宝の地図近かったら行こう。なんかないのかなって思って。最南端行くわ、じゃあ。最南端は行けるでしょ。宝の地図を持って金武器求めよう。最悪なんだけど今の。どうやったら海に落ちれる。いや、なんかこれ見えない壁とかあんのかなって思ったら普通になかった。あるわけねえだろ。考えろよ、頭使ってくれ。もうスクワットでやらかすとこだったわ。スクワットじゃなくてよかったまだ。普通に昔映画。お、宝の地図結構近いな。まあいい、アムアムとやったじゃん。ん？普通に強かったね、アムアム。あー、あの人？うん、普通に強いね。まあ、シーズン5からやってるからね。まあ歴は正直関係ないけど、まあ歴があればあるほど期待はされるけど。あー、これ落下しありなんだけど、宝の地図で組んで回収、武器だけ回収しても死んでもありだ。結構近いと思ったら俺そんな近くはなかったわ。うん、どう、宝の地図マップに表示されないの不便じゃない。多分修正されると思うわ。うん、別にそうだと思うけどな。いや、そんなところを修正するよりも同じ武器が出やすくなるバグが早く解消されてほしいんだけど。何それ。え、絶対同じ武器出やすくなってるでしょこれ。 4個出てくるけどさ、金武器、うん、22で被ってるんだよな大体。結構多いよね。てかできるわ。死にまーす。僕めんどくさいんで。え、これって落ちるの海。ここも海は死ぬよ普通に。で海落ちるんだよ。なんで逆に落ちないと思ったんだよ。お給物資あるじゃん、あれ取りに行こうかな。早く俺を殺してくれ。チャグを持って旅立つわ。最南端行ったの。まだ行ってない。まあ、最南端ってどこだっけ。ラッキーアトリだよね。うん、多分ラッキーランディング。まだ時間があるから先に。まあラッキー言うても範囲だし軽く見よう。さっきまで見てたっけ、サイトを見て。ほんとだ、ラッキー。ほん、完全は？フィータルいるんだけど、ナイト。ここだったらバレない。飛んできてんの。真上取られた。やべ、24入れたよ。死ねや。
手前めっちゃ人来てんの。敵陣からめっちゃ降ってきてんの。移動するのめんどくせえ災難だ。これいけねえわ。いけるかキャノンの音がする。やべ、左で湧いてくれ。よし、強すぎ。は強くね。エイムだけ強かったやついたわ。そうね、最難弾どこだマジで。この辺じゃない？あ、この辺とかじゃない？お、前方に2人いるんじゃない？最難弾登んねえといけないの。あ、暴れてる。いやーマジか、ショットガン当てたのに全然入んないな。小災難弾だわ多分。 S、 はい来た。ちゃんと標識あるから優しいよ。やばパイレーツキャノンどこにあるんだよ。パイレーツキャノンは親切の反対があるのに。なんかさ飛んできてたんだけど、パイレーツみんな狙ってるかな。敵か味方か分かんないけど、なんかめっちゃ遠くから撃ってきたのが分かる。初期スキンこの辺いたけど、どこ行った。はっ初期スキンどこ行ったの。90当てしたのに。あいつここリンゴあるからリンゴ食うわ。誰削ってくれ。 PG あるけどスナイパーにしよう。リンゴ食いたいのに誰も削ってくんない。おっと、いやこれあれか、ストーム入ればいいのか。天才だわ。ストーム入って素直に撃たれたと思ったら味方だった。ストーム4も食らうのか。でリンゴ食えばいい。おいパイレーツ終わんなくねこれ。誰か撃ってたから誰かの借りればいいんじゃない。あっ、ガチャが降ってきてる音するよ。おっ、あっち流れたやん。リンゴはいいのか。リンゴ25回復すればいいのか。25回じゃなくて終わるわこれ。そうだよ、結構すぐ終わるけど俺は今まで2個しか食ってないからなんとも言えん。オッケー、やば、バレた。リンゴあと3だわ。あと7か。7は、ショットガン意味悪すぎか。パーティーアシストするの間違えたな。リンゴにすればよかった。ちょっと失礼なこと言うけど配信見てたんだけどさ、うん、一人でよく喋れんなと。うん、喋れるよ。だっていつもあんなんだったんだもん。あ、俺の前にキャノン持ってるやついる。え、マジ配信してない時でもそうだったの。うん、いやさすがにしないと喋んないけど。あ、でも独り言はちょろちょろは言う。あれほどは言わんけど、さすがに独り言全く言わないんだよ。逆に人と話してるとき独り言マジで言うんだけど、それは気持ち悪いだけの男じゃん。確かに
この辺キャノン、キャノンある、キャノンある、キャノンある。敵めっちゃいる、固まってるやついる。こいつから取る。あー奪い取れない。いや真ん中いるよ、真ん中いるわ、キャノン持ってるやつが。でもキャノンの方が壊れそう、なんかボロくなってるんだけど。てか敵の固まり方やばくね。いやキャノン周りなんかめちゃくちゃいたんだわ。いやあいつ殺さないとやってけね。俺の正面やばいんだけど、敵の数。キャノン持ちいるんだよな。はっ、え、ラグ。やばい、キャノンと、今キャノンとグレポン撃って来られた、メーター。いやこの上敵いるな。キャノンをフォロー装着することによって俺の SD 確実。あー、そここや、真ん中やばくない、敵の数。キャノン持ちいる、こいつのを奪う。ちょっと待って、50くらい。あっさナイス、終わりそうで草でもさ、キャノンぶっ壊されたんだけど終わんなくて草。あ、でも一発50なんだな。まあ確かにそんな絶望的ではないな。もうワンキャノンプリーズ。ちなみに僕はキャノンやる気全くなさそうだ。いや俺はあったからやっただけで、別になかったらやってない正味。めっちゃ遠距離なんかスナイプできそうな気がする。固まりすぎだろ。いやちょっとこれ早いか。風船にスナイプ当たったの。風船にスナイプ当てるの逆に難しいんだけど。なんですよ風船にスナイプ当てるの。めっちゃ遠距離のやつずっと狙ってんだけどさ、なんか一発当ててから当たる気しなくなったわ。もうめっちゃ降ってきた、センター部隊が。撃たれてる。グッバイ。あ、外した。ん？見えんのか。落とされたんだね。こいつ買ったのはでかい。いやめっちゃ上からんだが3人来たんだけど。絶対的いるんだよ。あ、いや無理ー。あ、今回すごい命中